ニッペワンに望むアンティラの位置。アンティラ、ないし、アンティアは、キューバのオルギン州にある基礎自治体となっている町。1907年に鉄道のターミナル駅のある港湾都市として新たに創建された町である。近年では、オルギン州の航行業の発展やリゾート開発などとの関係から道路整備が必要とする声が上がっている。アンティラの港湾には、 クルーズ船が入港することもある。アンティラは、キューバ島の北東海岸、ニッペワンとバネスワンに挟まれた半島の付け根の位置で、ニッペワンに面している。基礎自治体として占める領域は101、軽平方メートルあり、領域内には、ビハルー、カナリート、コルタデラス、デレーテ、エステカベセラ、ロスノビリオス、オエステカベセラ、サンヘロにも、サオデロスイダルゴスの集落がある。 2004年当時、アンティラ基礎自治体の人口は12,542人であった。面積は101平方キロメートルであり、人口密度は115.3平方キロメートルであった。ありがとうございます。